はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、いや、いらっしゃいませ。軍艦どころスピリット店へようこそ。店長のリーです。さあ本日なんですが、最強モンスターが実装されましてですね、軍艦デッキが鬼強化受けましたので、ご紹介をしていきたいというふうに思います。この先玉というモンスターなんですが、これ、手札のこのカードを相手に自慢すると、手札からスプリットモンスター召喚するよっていう効果がありまして、まあ、レベル4として単純に出てこれるめっちゃ強い効果なんですね。で、改まっていうモンスターがこのスプリットモンスターをサーチできる効果を持ってまして、改まで、先玉をサーチしてくると、もうそれだけでランク4なんですよ。これがねめっちゃ強くてですね、今回これをね狙っていきたい。で、何と組み合わせるのが強いかっていうと、まあ、ランク4のテーマと組み合わせれば、まあ、なんだって言うんですけども、召喚権を使わないランク4テーマであれば一番相性いいんですよね。で、軍艦って召喚権使わなくても展開できるんですよ。赤シャイの軍艦とかは普通に特殊召喚でしょ。で、ウニの軍艦もそうなんですよ。で、この辺のね、モンスターって召喚権使わないでバンバン特殊ができるし、チャリがいれば、軍艦、白魚の軍艦も、イクラの軍艦も出てこれるんで、結構トンポンポンポンって特殊召喚できるテーマなんですよね。だから召喚権を新たまに割いてもいいというところで、圧倒的なるランク4の供給量になりました。レベル4の供給量になりました。はい。というわけで、この早速ね、新しく改定したこの、新人バイト君を使った、軍艦どころスピリット伝のムーブ、見せていきましょう。デュエル、スタンバイ。お、店長、新しいバイト君、もうすでに店来てます。やる気十分です。店長、ちょっとおい、お前、バイトリーダー今呼んでこい。はい、わかりました。うらら、はい。ここに打ってくるのでかすぎ。ここに打ってくるのでかすぎ。この時、クシャトリラ、フェンリルなんて、ライズハート持ってくるだけの弾でしかないからな。新たま召喚、効果発動。新たまくん、よろしくお願いします。さあ、新人バイト到来。店長、新人バイトがなんか友達連れてきました。面接しますか。お、いいな。お前、採用。よし、では、分からせてやるか、このバイトリーダーくんが。さあ、行きましょう、バイトリーダー。バイトリーダー、ライオープン。新人をちょっと教育するためにね、ライオンホープの、ちょっと弟子につかせて、一回ちょっと、業務を一通り経験してもらうか。さあ、ライオンホープレイ君の効果。ライオンホープレイ君の効果によって、馬持ってきて、馬装備。これこっち、どっちもいいか。こっちでいい。はい。OK。で、まあ、ちょっとシャリが2枚かぶってるのマジで弱いんですけど、まあ、これでエンドですね。シャリが2枚かぶってなければ、まあ、もうちょっと強い展開できたかなと思うんですけども、ここになんか、ウニがいるとかできたと思うんですけども、赤シャリがいればね。シャリ2枚はやばい。ドローフェイズ G。わかんねえから、まあ、一回スルーするか。ガンマをケアするか、ウララをケアするかみたいなね、話あるんですけどね。あと3戦とかね。3戦とさ、ウララの枚数、ウララじゃねえや、クシャトリアの、その分布見るには、やっぱドローフェイズ G でも全然いい気がするんだけどね。まあ、ちょっとガンマも、まあ、ライフォビアわかんねえ。これスケアクローか。スケアクローか。スケアクロー、まあ、出てきてから撃つか。出てきてから撃てば、まあ、あのデッキは割と結構効くとは思うので。うわ、フェンリル来たー。フェ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 ンリル来てもうたわ。フェ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 ンリル来てもうた。いやー、これどうしよっか。フェンリル、またクシャトリアですね。これスケガクローというかクシャトリアな気がするな。さあ、どこでどういう動きをしてくるんだ、彼は。サーチ入れる。いや、まあ一応こっちからじゃない。これで一応3戦は踏まないんですよね。3戦は踏まないで OK になる。あ、てか今あれか、除外、でも除外したら結局スクシャル出てくるしな。ちょっと微妙だな。だ結局なんか参戦踏むとやばいんですよね。参戦踏んでライをパクられるのが一番やばいんで。バトルか、なるほど。うわー、なるほど。そういう感じか。で、ぶん殴ってくるやつ。あー、なるほど。殴ってくる対象、ライオか。いや、まあでも、それだったら、ライオ4プレイで、向こうにして半分にして返り討ちできるんで、まあまあまあ悪くないですね。ライフビアいい。ライフビア上昇いいね。で、これで相手の展開がどこまで伸びるか。これバトルフェーズはもう過ぎてるんで、これマーゼウスは基本にはなれないし。えっ、あ
やべ、いやでももうモンスターいないんだったらあれか、まだ大丈夫か、別に増字ディベル、ディベル、わかなんだこれ、ちょ打つか、わかんねえなら打つわ、わかんねえから打つ、わからんだ俺、なんだこのデッキ、全然知らねえ、あスケクシャか、なるほど、スケクシャ出てきた、やべえこれだったら増字投げといた方がよかった説あるね、ガンマケアとかどうのこうの言ってないで、はい、これな除外してるのがよくね、なんかこれ何、これディベル何、これこっからなんかやばいディベル展開とか始まったら世界終わるからさ、これ裏側で除外しとくか、さすがに、まあ、これこうだろうな、でクリからまあ言うてまあ墓地から蘇生するぐらいで、そんな蘇生されてやばいモンスターいないのでまあ別にいいですね、でパーピアスぶち込まれて、いや最後の1枚パーピアスかよマジで、ふざけんなよお前、強すぎだろ、よし、まあでも増字取ってか、まあなんとかなるか、クショドレ行こう、オッケー、いいだろう、まあ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 いいでしょう、パーピアスが飛んできてユニコーンからの展開はまあ言うて増字通ってるんで、まあなんとかなるんじゃないですかね、まあ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 、ちょっとハンド弱すぎません、ちょハンド弱すぎませんかそれ、あかんっすね、あーライジングハートか、なるほど、よっ、弱え、ゾウジーのドロー弱すぎるだろ、どうなってんだこれ、ふざけやがって、で、あ、やべ、フェリーバカれた、最悪、やっべ、おーい、どうなってんだコラミ、コラミ、シャッフルしてんのかてめえ、おこの店はよ、シャリしか出てこないじゃん、ネタどこ行ったネタ、バカタレが、バカタレがよ、なんだこの店、シャリしかねえじゃねえかよ、ネタ入荷してねえじゃねえか、ふざけんなよマジで、でシャリ出していくしかないですね、でシャリを爆誕させていくしかない、オーケーで一応まあアライズハートの妨害とオクシャドリラフェンリルの妨害があるので、まあ、それを踏み抜いていかなければならないというところで、さあアライズハートとフェンリルが、あ、フェンリルか、なるほど、フェンリル効果、あーちょっとちょっと何やめてよ、お客様困ります、シャリをゴミ箱に捨てられてはゴミ箱でもねえかもはや、ウニの軍艦の効果を発動させていただきます、これだったからあれでしょ、赤シャリ持ってこないと話になんねえから、ちょっと赤シャリ持ってこないといけば、赤シャリ持ってきます、さあウニの軍艦の効果によってレベルを、下げまして、赤シャリの軍艦を手札に加えていく、よし対象体制だからこれバグースか出しに行ったらいいんじゃないかなと思うんだよね基本的に、でウニの軍艦出しに行くもありだね、ウニの軍艦出しに行くもまあまああり、これウニかアライズハート無効にしないとあれか、なんかフリチェ飛んでくるか、ちょ一旦ウニお客様にご提供しよう、一旦ウニをお客様にご提供して OK、 これメインフェル中にね効果無効にできる効果あるんで、相手のモンスターの効果それをですね使って、一応アライズハートの効果は今無効になりました実質で、あとはこの盤面を流さなければいけないので、あパライゾスいらねえな、まあ一応発動するか、いや後でいいか、これでバグ打つかだな、シャリ召喚、あのお客様ちょっと良くないですね、ちょっと弾き出しますか店から店から弾き出しますわよ、さあどうしますか、アライズハート使いますか、アライズハート使わない、よし対象耐性バグ打つから出番だ、こいつは攻撃表示に存在していると対象耐性が付与されてアライズハートの方が受けない、つまり安全に殴ることができるというわけよ、残念だったなこれねなかなか強いんですよね、これ一応効果無効にするのあんま意味ないんで、バトルフェーズいきますか、バ
トルフェイズでワンチャンこっちが通るかもしんねえしな。ダイレクトアタック。さあどうする、アライズハートの効果使うか。ちなみにバトルフェイズはね、あの効果もこないです。ウニはお客様、本日のおすすめはウニとなっております。食していただかないと困ります。お客様提供した商品を即座にゴミ箱に捨てるのは良くないと思います。くそ、あのお客待ち厄介だな。分からせるか。ちょっと板前お客様を弾き飛ばしてください。板前なに、今飛んでいくぞ。うおー、お客様困りますね。そんなことをされてはうちの商品に傷をつけられては困りますね。さあこのカードの効果により相手のカードを全て墓地に送らせていただきますよお客様お借りです。そして無世界パライゾスを発動。無世界パライゾスの効果によりクシャドリラ、フェンリルを適当に加えていく。まあ今日のところはこんぐらいで勘弁しようとやるか。よし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 さすがにドロペチーでいいだろ。もうこれガンマじゃ、ガンマケアすんのこれ。いやクシャトリラはガンマケアよりさすがにドローフェイズでこれ打った方がいいだろ。はい、よし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 。さあ板前アーゼウス君の能力によって相手のお客様お借りに、ね、願いましたので、もうあとは、盤面に打点を。あ、新人バイト到着新人バイト到着。打点並べよう。まずはウニの軍艦で、シラウを出して、はい、で、ウニの効果発動してレベル、本日のちょっとおすすめは、あ、ウニありますね。まだお客様ウニありますので、先ほど、ゴミ箱に捨てられたウニをもう一度食していただきますよ。もう一度食していただきますよ無限にウニを強制的に食させる職場嫌な。さあウニ型2番艦で効果発動、カードを1枚ドロー、 OK。 でさらにシラウの軍艦の効果発動、特殊召喚、 OK。 で効果発動、いや置いかなくていいや。でこれでこうしてシラウを模食していただいて、 OK。 これでシラウを、 OK。 ていうかこの段階全然2ミルケアしてねえな、冷静に考えてお客様に寿司を提供することに全力を注ぎすぎて全く隕石をケアしていないが、まあ、隕石なんていうお客さんいないから大丈夫か。対戦ありがとうございました。いや誘発2枚引いてんのでかいでしょこれ。割と誘発そんなにやっぱねコンボパーツいっぱい多いからさ、軍艦ってちょっと入れられなくてさ、結局さ1枚初動が新たばかりしかないからさ、これでっけ結局あれなんだよね、なんだっけ、コンボデッキなんだよね結局ね。あ、通った、なるほど、まあ、一応通ってはいただけた。増殖する G が、いやーまあなー、ただなちょっと赤小暗転のさ盤面まあまあ重いんだよな。ペンリルまあまあ割と妨害を踏み抜くことはできそうだなこれで。はい、で赤章ね、はい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 、赤章をこれどこまで行くんだろう。赤章からのこれ暗転かな、バロネスまで行ってくれたら逆にありがたいよね。まあ、ちょっと赤章バロネス暗転は無理だけど、赤章バロネスになるか赤章暗転になるかって言われるとさ、赤章バロネスでさちょっとドロー枚数多くなった方が嬉しいよね。暗転か、まあそうだよな、まあ、そりゃそうだよな。俺でもそうするわ。はい、なるほど。うわー、もう2万のもうちょっと癖多いよ、助けて。まあ、ただ今回は赤シャリを持ってくることは一応できるの、通ればワンチャンでありますね。でとりあえずフェンリルを召喚する。はい、でフェンリルの効果を起動する。で、これ、サーチランク4の方がいいかもね。これ、なっけ、ライズハートの方が、良さそうな気すんだよな。ライズで、
まあ、結局暗転重いな。暗転バカおめえぞ。まあ、とりあえずちょっと一回ウニの軍艦出しに行くしかなさそうな気がするんだよね。安定でフリーチェーンだもんね。これさ、ちょっとコナミ君さ、ウニの軍艦さ、バトルフェル地方効果無効にできるようにしてくんないかな。なんで自分のメインフェーズか相手のバトルフェーズなの。縛りすぎだよね絶対これ。ウニの軍艦もうちょっとなんとかなったろ。ちょっと一回まあ、行くしかないですね。行くしかないで、シャリの軍艦を増字ね。オッケー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 。まあ、うらら温存、いやこれどっちだろう。これ墓穴あったら墓穴打たしたいから、うらら、うらら打ちます、墓穴打たれます、抹殺で墓穴閉めたらこれこれだ。うららで墓穴打たれる、撃たれる前提で動いてます今。ないかないのか。なるほど。じゃあ逆に無限効用とかなんじゃないの。あれ怖くね。まあ、安定は1枚絶対あるとして、ちょなんだよそのクセカードもう1枚目。まあ、とりあえずウニを出すわ。絶対にウニを出す以外道はない俺は。ウニはちなみに自分のメインフェーズか相手のバトルフェーズに相手がなんかその発動した一応カードの表側のカードの効果をなんかその対象にとって無効にするみたいな効果あるんですけど、これなんか自分のバトルフェーズ発動できないんだこれ。キモいだろ普通に。とりあえずこれ一回フェンリルで石章飛ばしますよっていう話して、石章飛ばしますよみたいな話して、でこれでまあ石章無効にするよ。そうだね、石章無効にします。はい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 、まあ、でそれを無効にするしかねえんだよな。暗転なんていうカードバトルフェーズで結局発動されたから意味ねえから、こうしてこれでいいはずだ。うわ法要あんのか。なるほど法要あんのか。なるほどな。いやこれ入ってないよな無限法要。俺抹殺、抹殺用のやつ、抹殺僕のデッキ入ってないのでちょっとスルスルしかありません。大変申し訳ございません。いやまあでもこれで絶対に相手の暗転を打たせる構えができたな。絶対に暗転を打たなければ相手は何もできないので、バトルフェーズ入ります、で暗転打たれます、何もいなくなりましたまでがあれだ、デフォルトだなこれ。はい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 、いいでしょういいでしょういいでしょう。はい、でここまでは OK で、こっからよ俺の時間は。でメインツ、いやこれあれだ、クシャトリラフェンリルだったねこれ。サーチしてくんの多分で、シャリの軍艦出して、ほいで、シャリの軍艦特殊召喚して、で、ウニの効果使いましょう。ウニの効果使って、自分のレベル下げて、シャリの軍艦持ってくることできます。オッケー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 。でだ、一旦ドローだな、一旦ドローしよう。白魚で出し、下魚白魚ドロー。いやこれなんとなると思うぞ。これもうここで俺が盤面を作れれば未来竜王は少なくとも出るねこれ。増字きた強い。これで先玉召喚するんだろ。 OK 新人バイト出る、でライズハート出る。いやこれライズハートでよかった。じゃあランク4できるから、でこれでダブルだな。でどうでもいいモンスター2体でダブルする。オッケーオッケーオッケー。これはね、これはいいぞ、これはいい。ちょっと白魚のドローで増地引いたらもうまあまあ噛み合ってるし普通に強い。であのデッキね、初動まあまあ事故るし、あとガンマ入ってるんですけど、そのガンマだけケアしてる感じですかね。ライオホープレイでゼアルウェポン装備 していきましょう。ちょ、先玉はもしかしたらオーバーレッドワークで回避するかもしれないから、装備しといて、あ、違って、あの、素材になっといて、で、カード1枚セットして、これでいいんじゃない。十分強いでしょ。これで2妨害。さあ、かかってきやがれ。で、一応トップガンマのケアもしなければならない無限砲よ。あー、なるほど。無限砲よ。ビッシュだ。
でもトップ多分無限紅葉だよな。いや、まあ、美女だったらいいか、美女だったらいいわ。多分トップ無限紅葉なんだよな多分だけど。だってこれあれでしょ、あったらセットしろもんね、さっきね。ってことは多分 今引いたのが無限紅葉で、ガンマ持ってないと思うんだよなこれ。はい、剣装どうぞ。 OK。 まあ相手多分盤面作りに来るしかないもんね。もうここまで来たら次殺されるんだから。さあビッシュだ、効果で、ペーカーサスがバウンスされて僕の棒が流れましたと。まあ増陣通ってるからまだギリギリ耐えれるっしょ。ワンキルされたら泣いちゃうワンキルされたらもう閉店します。はい、この盤面普通にビシだけで妨害踏まれてんのうざ。あ、ビシだけじゃねえか、無限包囲も打たれたか。無限包囲ビシだで妨害踏まれてんのキモいな、強いな。てかなんか軍艦ってまあまあいい勝負になって腐るねこれなんかまあまあいい勝負、遊戯王してんだけど、なんか久しぶりになんかクソデッキってさ、大体俺のやりたいことや俺押し付けるみたいなことになるんで、なんかあんまり遊戯王になってない感あるんですけど、なんか割と軍艦でやってると遊戯王になってますねちゃんとお互いの対話が発生してる気がする。え、俺これ勝負で戻されて負けってこと。え、でも 2枚バウンスだもんね。2枚バウンスで、転移は直接攻撃できるもんな。モンスターに攻撃できる。だから、いや、多分まだ大丈夫でしょ。まだ大丈夫だと思うんだけどな。で、レベル8。ドラガイト、キモすぎる。キモすぎるが、魔法カードはそんなに今使わないから、まあ、まあ、大丈夫かなっていう話はありません、ね。はい。で、タイヤ、いいでしょう。さあ、お客様も賑わってきましたね。盛り上がっております、お客様の宴会席は。お客様の宴会席、非常に賑わっております。バトルフェイズ、OK。いや、これ耐えてるよね。5000結構ね、でかいからね。壁としては。で、これ6000ぐらいになって、あ、5200なのか。はい。で、5200になって、バーンってやられて、ライオンホールでぶっ壊された。で、1000、3000だから大丈夫、耐えてる、耐えてる。OK、OK、OK。耐えた、耐えたらいい。もう耐えれば何でもいい、もう。オッケー、了解。で、フェンリルもいるしね。さすがに。で、アーダラちゃんの除外効果によって次の初動を回収していくというスタイルですね。はい。了解です。いいでしょう。でですね。さあ、この盤面を返していくぞ。手札こんだけあるからな。うらら、いいだろう。相手の増殖する字もケアできるぞ。とりあえずパライドスだ。どうする？フェネル持ってくるぞ、てめえ。脅し。あ、無効か。いいだろう。はいはいはい。まあ、これ、ブラフなんですけどね。なんでかっていうと、もうフェネルもう持ってるんで。持ってても別に、発動時の効果処理だから別に発動はできるんだね、パライドスね。フェンリル特集。これ何これ？あ、これ即勝でいいのか。え？あ、2000以上少ない場合。へぇー。謎の特殊召喚方法あったわ。なんかしたけど出したから出そう。で、赤シャリからの、シラウを、OK？ さあ、バンバン出てきますよ。さあ、天意の竜騎神くんの効果が発動しますか？しません。なるほど。で、こうして、こう。からの、シラウオの軍艦の効果発動をして、イクラの軍艦を手札から出してシャリを置くという効果。デッキトップに。OK。で、これでシャリ置いて、あ、ちょっとお客様、ちょっとすいません。一回捨てましたけども、シャリを一回お店のゴミ箱から回収して、まな板の上に置きます。消費者庁衛生面終わってるこのゲーム。で、一旦白魚型特務艦出します。はい、さあ行け。特務艦効果発動。カードを1枚ドローしながら、軍艦カードを1枚手札に加えることもできるぜ。まあ、ちなみにもう軍艦カードはもうデッキの中入ってないからいらないんだけど。何？うらら。そこにうららか。なるほど。そのうららはどうでもいいな。よし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 。で、さあ、フェンリルの効果が発動するぜ。貴様の竜騎神をゲームから除外。いいだろう。よし、これで全部踏んだ。これで全部踏みました。よし、
あとはランク4をすればいいんで、で、さっきデッキトップに仕込んでおいてゴミ屋から拾ったシャリを、ゴミ屋から拾ったシャリを爆誕させていく。うおっそしてレベリオンのモンスターが2体でオーバーリミットを起こしく、エクシエンス召喚、あらあらら、時計軍艦いくら型1番艦効果数カードを押しめてろ、なるほど、バトルベイス、いくら型で相手に攻撃ダメージを与えた瞬間いくら型の効果数、相手のドラガイドを破壊、よし、そしてこのモンスターは2回攻撃できる、いける、キリは取れないか、いいだろう、まあ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 、そのぐらいは勘弁しといてやるぜ。メイン2レベル、ランクが同じナンバーズ以外のモンスターを使って、やばい、もう時間ない時間ない時間ない、ちょっとあのエリアマネージャー、エリアマネージャー欲しいことです、エリアマネージャー、オッケーで、カードを1枚セット、ターン終了、よし、これはでかい、完全に遊戯をしてるぜ、うん、バクや、あ、効果発動しない、あ、原力属じゃないのか、相手の手は原力属ではないっていうことは覚えておこう、なんだじゃあ相手の手札、わかんねえ、エクレシアとか出してるもんな、あの手札もなんだろうな、ガン、あのフル、ドライバーとかかなさあ手札からシャリの軍艦を見せていく、さあシャリの軍艦を相手に見せ自慢することによって、お客様におすすめの軍艦を食べていただくためにデッキからかレッドリブート、草お客様、お客様困りますね、そんなことをされては、まあもう一回打ってもいいから、まあ、変わんないけどね、もう一回打ってもいいから全然変わんないんだけど、そんな殴ったら勝ちなんだけど、まあ、一応最後に おすすめ食べてもらうか。さあ本日のおすすめ、北海道の海で獲れた超新鮮超ド級軍艦ウイ型2番艦効果数、カードを閉めてろ、バトルフェーズご来店ありがとうございましたすごい激闘だったんだけど、よ、新人バイト君結構やる気あるね、なかなか、あらね、結構やっぱ軍艦ってね、召喚権使わなくても展開できるんで、新玉めっちゃ強いっす、普通に新玉でランク4出るのめっちゃ強いっす、単純に、はあ、1枚でランク4確定する札なんでね、今新玉ね、あ、先玉が来たからね、アルティミス、なんだこれ、ウィッチ、なになんだこの展開、知らねえぞ、ヤタガラス、なんだそのデッキ、おい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 、まさか20年ぶりに復活したヤタガラスをクシャドレのデッキにぶち込んだってことか、わーべえ、どうってダイレクトするんだそれ、まあ、ダイレクトしなくてもいいのか別に、あ、まあ、盤面にいっぱい並ぶから相手ドローキできるってこと、いやわざわざウィッチ入れるほどか、えれえ、なんか独特な盤面だな、クシャしっとり、あー、そういうことか、やばいそういうことがやばいデッキだな、分かったわ、これあれだわ、その前盤面全部封鎖してヤタクラスでダイレクトしてんだクソすぎるだろな、そういうことか、バカみてえなデッキだな、前盤面全部封鎖してヤタクラスでダイレクトする気だこいつ来るぞやばやば、そんなことじゃなくてもヤタガラス倒しないと勝ってるよそれ、なんだよそのヤタガラス添えるだけみたいな、左手は添えるだけいいの、そんなことしないと勝ってるから、いやでもなんか全力でヤタガラスを活躍させようという気概が見れて、ま、入れましたので僕は嬉しかったですけどね